富沢さんがいないと寂しいですねそうっすね有給を取るって言ってたけど会えないとちょっと心配ですね仕事中の暇つぶしができないから長く感じるなーおもちゃだと思ってる皆さんの仕事中の暇つぶしをコメントで教えてほしいですあ、そうだ、今日社長に呼び出されてたんだちょっと行ってきます行ってらっしゃい失礼します、野良です野良くん、お疲れ様はい、毎日疲れています言わなくていいんだよ野良くん、君を呼び出した理由なんだがはい 給料アップですか？ずうしいねえ。違うんですか最近、業績が下がっているだろう。はあ、でも、これは、野良くんのせいではない。教育係の富沢君に責任があると思うんだ。僕もそう思います。君、一言多いね。まあいいや、そこで新しい君の上司を紹介する。え新しい上司ゴーリキ君だ。はじめまして、ゴーリキだ。今日から君の上司になる。はい、野良です。なんかゴーリキって強そうな名前ですね。無駄口を叩くな。仕事に必要のない会話は極力控えろ。え私はこの会社に入る前、軍隊にいた。軍隊徹底的に君のことを教育する。えなんかヤバそうじゃないこの展開。おい、ノラ 各書の提出が君だけまだじゃないか締め切りは昨日だろうあれそうでしたっけ作ってないのかいややったんですけど家に忘れちゃって小学生の宿題的なありましたよねそういうこと無駄口を叩くなやったのかやってないのかって聞いてるんだよやってません今すぐやれ昼休憩はなしだえー昼休憩は取らせてくださいよダメだやるべきことをやってないんだから休憩を取る資格などない早く取りかかれひー終わったら顧客リストの作成取引先への挨拶回り他の社員が退勤した後はトイレ掃除だえーちょっと待ってくださいよ残業する なんか文句あるのか今日は定時に上がってパチンコ行きたいですよ勝てる気がするんで仕事舐めてんのかまずはその腐った根性を叩き直してやろうかすみませんやります何でもします仕事大好きですさっさと取り掛かれはいふぅ今月はあの納金上司のせいで200時間も残業させられたたまったもんじゃないよでもその分給料が楽しみだいくら入ってるのかな18万えいつもと変わらないじゃんあんなに残業したのにちょっと剛力さんどうした残業代が1円も振り込まれてません はあ何を言ってるんだ君は社員たるものを会社に尽くすのが義務だろう。え？残業は義務だ社員としての。そこに給料など発生しない。勘弁してくださいよ。我々はいわば会社にとっての兵隊だ。会社のために体を捧げる。一人一人がそうすることで会社が大きくなるんだ。もう我慢できない。社長に直談判しよう。心臓を捧げよ進撃の巨人じゃん。社長。いやあ野良くん、ゴーリキくんとはうまくやっているかな？社長それについてなのですが。なんだねまさかゴーリキくんが厳しすぎるから上司を変えてくれとか言うんじゃないだろうな。やめあいやゴリさんは素晴らしい上司なんですけども。それはよかった。 自分はやはり富澤さんと仕事がしたくて僕はこの会社に入った時から今まで丁寧に面倒を見てくれたら他でもない富澤さんです。お<う>僕はこの会社が人生で初めての社会なんです。その初めての社会で馴染めるように面倒を見てくれた富澤さんはいわば僕のお父さんです。お父さんやべ、ちょっとわざとなしすぎたかな。感動した。えまさか君がそんなに富澤君のことを慕っていたなんて感動したよ。えうまくいった私は業績よりも大切な何かを忘れていた。明日からは富澤君を出勤させる。つまり明日から君の上司は富澤君だ。社長、ありがとうございます。何か分かんないけどよかった。 君のの心からの言葉に感動したよこの人簡単に詐欺とか引っかかりそうだな。復帰した私の活躍が気になる人は左の動画をクリックしてね。